どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということでドラゴンクエスト4実況プレイ続きやっていきたいなと思いますね。今回からですね、天空の塔か天空の塔を、攻略していきたいなと思います。さあ行きましょう。で、装備じゃねえわ。んでね、ちょっとね、レベルちょこっと上がったんですけど、なんでかっていうと、はぐれメタルの剣ってあるじゃないですか。で、あれ、まあ、多分絶対攻撃が入るタイプの剣だと思うんですよ。で、なんで知ってるかっていうと、まあ、星のドラゴンクエストっていうやつを僕ちょっと、少し無課金でちょこちょこ遊んでるんですけど、あれね、その、ハグメタシリーズとかメタスラシリーズの武器って、絶対メタル系に1絶対ダメージ入るんですよ。で、思ってたんで、一回ちょっと試しに行こうと思って、王家の墓あるじゃないですか、行ったんすよ。したらなんとね、2入るんすよ。2すごいわと思って、すっげえ。だから前までは下手したら8匹ぐらいあいつら出てくるじゃないですかあいつらね、さ、全員逃げていくじゃないですか。ほんと何のため出てきたんだって、本当に動画外でも構いますけど、それがね、やっぱね、なくなったよね。最低やっぱこう1回の戦闘で1は倒せるようになった、1匹は。いや、すごい感動しちゃって、俺。で、アリーナ入れたら、もうほぼほぼまあ、戦闘の1回の戦闘で1匹は倒せるようになったんで、いや、楽しかった。さ、ということで、それだけなんだけど、いや、すごかったね。で、今回は、まあちょっと今遊んでたんで、王家の墓で。なんだけど、で、だから、青さん、ライアン、アリーナ、これなんかバランスが一番いいような気がしてきて。で、なんでかっていうと、青さんさ、ベホマズンとか、なんでも今ね、呪文結構、なんかミナデイン覚えたよ、ミナデイン。ドラクエ4から出てくんだね、ミナデインね。初めて僕ミナデイン使ったのは、まあドラクエ11なんだけど、すごいね、ミナデイン、まあ使ってないんだけどね。んで、まあまあいいや、先進んでいこう。で、まずは、ちょっと喋りながら行くか。で、ここはどっち行くのか、これ。さあ、敵がちょっと強いんだけど、青さんのびっくりするとこは、やっぱりね、クリフトよりも、レベルがさ、2ぐらい低いくせに MP 多いじゃん。だからこのパーティーって、青さん攻撃にも回れるし、で回復もいけるでしょ。だからブライオのところをライアンにするか、うん、あ、まあどうだね、ブライかライアンにしようかなって。アリーナやっぱり強いね、当たり前。ただね、防御力がちょっと、そうなの、この子ちょっと防御力にちょっと心配なの。やっぱこうライアンとかだった、ライアンとかだと、あ、でもそんな変わんないか、あ、変わんない。ピンクのレオタードかがちょっと良くなったのか。あ、こう考えるとすごい、ピンクのレオタード、金の髪飾り、網タイツ。もう守備力ないじゃねえかよ、ほぼほぼ。でも163あるんだね。ライアンとか、はぐれメタルの鎧とか装備してんのに。アリーナかな、こう考えてくると。さあ、2階に参りました。何かしらのギミックはあるんじゃなかろうか。まあ、トン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 進んでいってみよう。さあ、この扉の色が、多分装備、あー、なんかあった、なんかいいの、おなしゃす。さあ、なんか来た、不思議なボレロ。不思議なボレロって何だったっけ。受けた呪文の MP をたまに吸収する、だって。渡す装備、あ、もう今は装備してても、あ、でもクリフトは装備できるのか。でもにちょっと上がったね。じゃあクリフトに渡しとく、ファイト。でも女神の指輪の方がいるか、どう考えても MP 回復するもんね。あ、ボレロ、あ、装備があれなのか、魔法の方位。そっか、でも魔法の方位ってどうなんだろうね。呪文を軽くできるから、どっちがどっちって言ったらやっぱこっちの方がいいね。こっちにしよう。やっぱたま範囲攻撃で死なれちゃうさ、クリスト。あ、なんか後ろになんか、これ違うか、換気扇か。換気扇じゃねえよ。なんだこの換気扇ついてんだよ。さあ、くるり、なんだこれ、これ乗るのか、なんだこれ。あ、上がってった。またでも後ろ見てないね、後ろ見てない。なんだこれ。ちょっとわかんない、わかんないけど、さあ後ろにもある。ちょっと待った、まあ入るか、ほいっと。さあ、なんもないってことはないだろう。
なんかあんの、ほんと換気扇なのかなこれ。なんもないってことはないよね。あんのかな。え、なんだこの部屋。このパーティー強いね。やっぱアリーナだな。リーダーも鉄板だな。青さん強いし、あとクリフトがこれさ、じゃハグメタの剣ちょっと性能良すぎっていうか、まあ性能良すぎっていうかあれだよね。やっぱ装備できる人が多いのはやっぱでかいよね。こういう装備がね。そうパーティーのなんかこういろんなやつ入れれるのも楽しいし、通常攻撃だけで倒していけるって楽しいじゃん。俺基本的にレベル上げて通常攻撃でこれ倒していきたいタイプなんで。多分そういう人いると思うんですけど、これ見えないな。見えないけどこっちか。じゃあこうやって上がって、でもさ、天空の塔の上に何があるのかって知らねえんだ。城ってキーワードがあったけど、もしかしたら国かもしれないし。さあどっちだ、あっち側か。さあこれが今何階、4階ぐらい、4階かな。めちゃくちゃ面白いね。いやあっちになんかあるけど、どうやって行ったらいいのかわからん。どこだ。さあここに来て下がんのかい、下がんのかい。左のところ、ちょ待って、これ右、ちょ待って、そんなにね、あのなんだっけ、あのエンカウントきつくないからいいや。ここに来るまでの外の方がしんどかったわ。あと岩山みたいなところと、あのなんだっけ、なんとかマジシャン、なんかベギラゴン、ベギラマかベギラゴンみたいなやつ 連発して撃ってくるやついるじゃん。でもアリーナでもあれだな、ちょっとあれだな、まあ、フライダメージなんか多いような気がするんだよね、アリーナ。これなんだろう、気のせいかな、たまたまかな。そうなんですよ、アリーナってなんか俺はもちろん好きなキャラでもありますけど、なんかねダメージなんか一番なんか結構早く減るんすよね。なんだたまたまかな、たまたま攻撃食らってるだけなのかな。さあ右の方、下には何にも、こちらは何にもないってことはほんとこっちだね。さあ階段があったけど、あっち側が、あっち側の方になんかあるのか。どうせでも隠し部屋とかあるでしょ多分。ないかな、だってもうほぼほぼラストでしょ。あ、ただねなんだっけ、あの洞窟あったじゃん、あれがなんだかわかんないよね。あそこが何なのかわかんないよね。ここからあとどうなるかもちょっとよくわかんない。だからデスピサロを倒すんだよね多分ね。あいつを倒すたら倒す、ん？あっちが、あ、なんかあるな、左にも手前にもあるな。こっちまで来たから一旦あっち行ってみようか、あっち行ってみよう。さあこれちょっとまた忘れちゃった、時系列なんだったっけな、645だったっけな、違うのかな、確かそんなんだったはずなんだよね。これ4が真ん中だったんじゃないかな、多分時系列で言うと。天空シリーズ、ごめん忘れちゃった。どっか書いなんかメモ帳に時系列ってちょっと書いてたんだけど、どっか行っちゃったな。でこれのなんかヒント的なも、ここに出てくる物語がどこかし、いやーなんか階段があるな、カリン島みたいになってんのかこれ。あ、なんか、え、ちょ待った、待って、こう、いやここでね間違いなく合ってると思うんだけど、ちょっとあそこの左の子は欲しい。なんかここら辺のダンジョンになるとさ、なんかとんでもない武器とかありそうじゃん。なんか絶対あるじゃん。あ、エンカウントもいい感じ。さあこれか、合ってた合ってた、はい。さあなんだ、世界樹の雫だって。世界樹の雫ってなんだ、は、あ、範囲か、範囲で回復するってこと。道具、仲間のすべての HP を全開させる。わー、あのファイナルファンタジーでいうとラストエリクサーみたいな、あんな感じかな。ラスボス戦で使えってことだね、じゃあね。取っといてよかったね。いざって時は最後に使いましょう、今のやつを。あ、よかった、ここの塔の方が全然楽。ただメタルキングがあれから出てないな。あれ1回だけなのかな、ちょっと調べようかな、そこだけは。メタルキング出現場所とか、いや、じゃあそうやって調べると
漏れなくねネタバレ入ってくるんですよ。なんか何々なんとかとか男女の名前とかが入ってくると、あ、何これってその男女名からいろんな情報を得ちゃうことがあるから、だからそう調べないようにしてんだよね、いつも。そう、分かっちゃうじゃん、男女名がいろいろ出てくるから。さあ問題がこれが、あ、下がるんかい、上がるわけではないのか。今んとこでもな、どこだ、ここは来てないよね、来てないよね、来てんのかな。あ、なんかなんだこれ、あっちは何もないね、ないね、オッケー、下行ってみようか。ここはなんか絶対ありそうな気がするじゃん。うわ、なんかなんだこれ、もしかしてこっちが正規ルートか、これが正規ルートかもしれないね。これマス、あ、あ、メタルキング来た、スライムファミリーや。お母さんかな。さあお願いアリーナ、ちょっと一回だけお願い、お願いします、アリーナ会心出てくれ、行きます、アリーナオッケー、ナイス、会心来い、オッケー、よし、残ってくれた。メタルキングの HP がよくわからん。2、よし、1来た、ライオン来い。スライムいい、あー、お願い、アリーナお願い、アリーナお願い、あー、アリーナ来た、お、おお、いくつ入るんだろう。はぐれメタルで、なんだっけ、1万だっけ、1万だったよね、ってことは3万か、ってことは3匹分か、すごいね。ここで、ここはなんだろう、場所的になんかあんのかな。やった、あれなんか違うな、あれあれ、ちょっと待った、どこから出てきたこれ、こっち上あるね、これなんだこれ、なんか今だ、え、宝箱、あった、あった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 、あ、で、ドラゴンシールドかい。さ、ロトシリーズはないだろうけど。さ、ドラゴンシールドって、あ、結構いいやつなのか、これ。あ、炎や吹雪のダメージを軽くできる。あ、めちゃめちゃいいやつじゃん、じゃあ。力の盾とどっちがいいんだろう。装備できないんだね。ライアン装備させとこうか。で、小さなメダルと変えて装備しよう。てかこんだけ出てくる、こんだけこういう名前が出てくるってことは、炎、あれドラゴンシールドってかどっか売ってなかったっけ、俺買ってないだけじゃない、単純に違うかな。でもここに出てくるってことは、まあいい装備なんじゃろうね、まあ、これでいっか、よし行こう。ただ問題が、あ、戻れた、あ、戻れた、戻れた、戻れても、さあメタルキング聞いた、3万か、いや、ボコボコボコでボコボコ出てくれたら場所によったら出てくれるとかあるのかな。いや、よかった、よかった。さあね、このさあカリント登っていきましょう、カリント、ちょ、カリント登っていこう。さあ何があるのか、もう何回、今何回なのかすらわからない。右に階段が、あー、なあ、ほら来たね、こういうタイプのやつ、あのパティーンよあのパティーンよ、いつも。ちょっとね、敵がね変わってきそうな気もせんこともなくない。青さんちょっと HP ちょっとやばいな、あー、アリーナ強いな、なぜか知らないが、ライアンが全然食らってないな。結局あれはどうなったの、ドラクエで言うと、あのほら、なんだっけ、これなんか2番目がダメージ食らうっていう方もいらっしゃったじゃん。いや、どれがその人が間違ってるとかじゃないよ。で、戦闘がとか言う人もいらっしゃるし、結局どれがどっちなんだろう。一番戦闘がやっぱダメージ食らうのかな。さあこっちがなくって、こう、あ、上にもあるね。ちょっとここは一旦、まあいいや、ちょっと、よし、ホイミ、ホイミ、よし、オッケー。
さあどうなる、さっきのとこ上に来たね、上になんかそこに登っていくの、これが正解です。多分正解ルートでね、あそこに登って上上がっていくんだろうけども、ちょっと右の方行きたいね。なんか部屋がある、右に部屋がある。ここは慎重に行かないとね。もしかしたらまさかこのパートでこの動画終わるとかなかろうこの動画最終回とかないよね。まあさすがにないか、それは。いや真ん中があるな。あ、入れる。この床どっかで見たことあるでしょ。なんだっけ、なんか笛かなんか吹くんじゃなかろうかねえ。闇のランプはないか。それらしきのものはないか。使えそうなやつないか。バロンの角笛、バロンの角笛は何、戦闘で役立つアイテムってこと。何もねえな。アリーナ、世界中の雫。あやかしの笛、これこのゆ、あー動かないな。この床なんかありそうじゃない。あったもんね、あやかしの笛の時の床これだったでしょ。だって違うのかな。しかし何も起こらなかった。なんだこれ、小さなメダルがあるってこと、単純にそれだけ。力の種、それだけ臭い、それだけっぽい、それだけのこと。よし、オッケー。いやなんかすんげえ、なんか武器とかないかな。天空の鎧、あ、天空の鎧、天空シリーズは全部あるか。はぐれメタルの盾とかって、はぐれメタルの盾ってあったっけ。あった、あったよね、あれ。ドラクエ11で俺作ったよね、確かね。作ったよね、作ったよね。盾とかないのかな。ライアンにもうちょっとなんかこういいのを装備させたいってのは、これまだここかな。これ正解ルートかな。さあ行ってみよう。このエリア、うわーこれ生態ルートだろこれ。あ、これ正解だ、これ正解か。ちょっと待って、回そう。なんか、あ、宝箱あっちある。あれ違う、あれあれ。さあ見せびらかしルートでしたなんだそれ。あれこれ違う、今行けなかったよね。行けないってことはあれってこと、やっぱ左の方が正解ってことか。こっちはこれ何のためにあれあるの、これ何だったのこれ当たりに見せかけた外れじゃん。盛大なる、盛大なる外れだったんだけど。ここでいいのか、こっちに。もう一回右の方か、もう一回下がろうとか。なんか全然違ったかったし、あ、さっきのさ、なんかさ、ほらドラクエでよくあるじゃん、なんかその範囲外のところになる、なんかなんつうの、階段あったじゃん、さっきあったじゃん、なんか画面の外に。あそこ、これまなんか俺勝手にもうちょっとで終わりかなみたいなこと言ってるけど、もしかしてめちゃめちゃ先、まだ半分ぐらいだったりしてねありえるじゃん、そういうの結構あるじゃん。なんだこれ、どう考えてもこれ正解ルートだろこれ。これどう考えてもこの感じ、今からラスボスですって戦う時のエレベーターだろこれ。こっちじゃないってこと。いやまあいいけどさ。でこっちが来たからこっちだね。さあって持って、ちょっと青さんに、ミナデインって一匹なんだね、一人にやるんだね、範囲じゃないんだね。アリーナでいいわー、甘み引きが来た。ライアンでも HP めちゃめちゃ増えたな。ライアン、のくせ、あ、そっか、ライアンって HP が多いからあれか、ダメージ食らってないように見えるだけか。結構食らってんのかな。ビットバイパー、
ライアンか、やっぱライアンはもう鉄板なのかな、これでいいのかな。だからレベルが上がったらなんかこれでいいような気がする。ただブライとマーニャの問題だよね。あの2人がなんかなどんだけの魔法を覚えてくれるかっていうのはあるじゃん。さあこっちが正解ルートなのかい。さあこっちが合ってんのか。そんなことある。あんだけ立派ななんか置いといてこあっち正解じゃねえってどういうことだ。この野放しのエレベーター正解ってどういうこと。さあ来ました。さあでも宝箱発見。ミミック臭い。そんなことない。メガザルの腕はまたなんか。さあ装備してもしもの時に効果がある。いや分からんねえな。もしもの時に効果がある。死んだ時にもう一回生き返るとかそういうことかな。でこっち行って、さあ夜の帝王さん。あやっぱライアンか、やっぱライアンか。ライアン戦闘の方がいいのかな。なんかだんだんなんかになんか一番戦闘がなんかダメージ食らってるような気がするんだよな。だから一番戦闘行ってみようかね。ちょっと並び替えしてちょっと試してみよう。並び替え、ライアン、勇者、アリーナ、クリストにしてみようか。これでよくない。これでいこう。やっぱちょっとしっくりこねえな。しっくりどっち行った。下行ってこっちないのか。あれあの外界のところにあのなんかあったやつ、あれ何なんだろうな。どっからか落ちんのかな。それかあのあそこのあそこの階段絶対なんかあるだろう。あれあるよね。あ絶対あるよね。まあいいや。ちょっともしかしてまあゴールまでついてしまったらちょっとまたちょっと動画外でちょっと行ってくるよ。いないよな。こっちの右の方だったよね確かね。ちょっと攻撃当たる感じをちょっと見ていこう。クリフトでしょ。いやクリフト装備的のでかいな。やっぱアリーナ、今アリーナだったね攻撃食らったのね。回心すごいのがさ、この回心が結構出んのが でかいよね。やっぱねアリーナってね、あすごいよね。さあ1699、わ経験値も入るな。さあこっちの階段で、さあ開けたけども、もうこれだんだん換気扇にしか見えないじゃんこれね。換気、さあなんだこの無駄な部屋は。無駄ではないだろうけど、何かせめて思った以上に大丈夫だったね。大丈夫だった。そんなに、いやこれの外の方、この大陸の外の方のがめんどくさい。あ魔法使ってくるやついっぱいいるから、あっちの方が結構難度高いよ。あの敵ずっとここ行ってたら多分 今頃青さんのギガデイン祭り始まってて MP ない、 MP ないなとか言ってるよ多分。さあ真ん中のあったあって、さあまたなんかちょっと、あなんか始まっちった。なんだあの階段、やっぱあそこの階段意味あったと思う。よし、いやこれ終わったら行ってくるわ。これ終わってから。さあなんかなんだろう、もやがわーなんか上に連れて行かれている。さあ来るぞ、何かが来るぞ。何だ、何がある。なんか見えた。これなんだこれ。あなんか来た。そう忘れた、あのさルーシアちゃんさパーティーから外せるのよ。知らなかったんだ。知らなかったんだ。そういやそういや冒頭で言うつもりがすっかり忘れた。あーここは天空城、おかげで戻ってくることができました。ありがとうございました。早速無事に帰ってきたことを皆に知らせなくては。だってではまた後ほど。戻ったがいいがピサロに残虐されてる。あーいたいた、よかったよかった。さあここは天空城。やめよ、ちょっとなんか、いやライアンは嫌いじゃないんだけど、
やっぱ青さんがやっぱちょっと勇者がいてほしい。さあ、あ、なんか敵、え、話す、お前いいやつなのか。世界中の苗を育ててるんだって、雫をあげるよ。だって、あ、世界中の雫くれた、いいやつじゃん。でもありがとう。戦闘始まんのかなと思ったけど、さあ情報収集しましょう。これかさ、その昔地上に降りた木こり、あー、なんかこれ言ってたな。これ俺のお母さんかもしれないんだよね。これ人間は夫婦になれ、なれぬのが定め。あ、なっちゃダメなのか。雷に打た、若者雷に打たれ、うわ、娘は悲しみ打ち引きがれたままこの城に連れ戻されたんでした。だっているのかな。のど、え、胸、娘はどんな時でも地上に残してきた子供のこと忘れることありませんでした。だって、今の青さんを見ればきっと涙みな、え、いるの、生きてんのお母さん。え、これ間違いなく青さんのことだよね。これ間違いなく青さんのことで間違いない。なんだ、まがまがしい雲が地形を追い始めてるぞ。だって見えない、降りれない。あ、そっか、ここにお母さんがいる。この、そうだよね、誰も別にお母さんが死んだなんていう話は、き、なんだこの下の部屋、こっち何もないね。そうだよね、だってお母さんが死んだなんか誰も言ってないもんね。これもしかしてお母さん大きくなりましたね、青さんとかいう。さあ、あ、さっきのルシアだ。あ、あなた様おかげでまたこうしてこの人たち世話できますわ。だって何か礼をしなくては。ドランだって、この子を連れて行ってください、きっと役に立てるでしょう。ですよ。あ、なんかなんだろう、竜ってどうやって鳴くのちょ、さすがにちょっと青さんモノマネレパートリーに竜はねえなないなあ。なんか、あ、どっか行っちゃった。まあ後で入れてみよう。さあ、これから大変なところに行くんだろう。ば、あ、持ってる、もう手になされましたか、もしまだだったら、てんてんてん、ゴッドサイドっちゅう町の東の、あ、持ってる、ただ持ってんだけど、何に使うのこれ。まあ、いや、ここまで言うってことはさ、ドラゴン、ドラゴンってことでいいのかな。さあ、教会があるんで、ちょっと一回ここで、秘宝を用いた進化の邪魔をされぬよう、あ、地底に結界を張ったそうです。だって、デスピサロの進化を止めるにはまずその結界を破らねばならないでしょう。だって、地中になんかやってるらしいぞあいつ。あれ、ここさ、セーブできないんだけど、セーブできま、全部またここ、待って、あー、天空城あった、ル、あ、大丈夫、オッケーオッケー、切れます、切れますじゃないなんで切れんだよ来れます来れました。またさっきの、なんだっけ、ドランだっけ、ドランだかなんだかいたところの、あ、外出れる、壊らなくてもよくってよ、雲を突き抜けて地上へ真っ逆までなんてことにはならないんだって。さあ、なりませんって。外出るんかい。あ、これダメだ、ここはダメだ。まあいいや、ちょっと、とにかくお母様がいるのかな、お母さんいんのかな。あなたお母さんかい。翼のない人間が天空城に来るなんて何百年ぶりだって、何百年ぶりらしいよ。お母さん、あ、踊ってる。さあ、あなたたち人間ね、ロース、え、リース、口を聞いちゃダメよ。だって、はい、お姉様、ツーンだって、ツーンされた、ツーンされたこの子は、こっちはいい子だね。くるりんくるりん。さあ、後ろ回っても何もないね。真ん中かな、なんか王様的なのはいるのかな、王様的な人はいらっしゃるんでしょうか。あー、なんか待った、まあいいや。さあ、ピサロの手先みたいなのが、お主も読めるものもあるだろう。だって、読める、何が書いてあんのかな。お母さん読みますか。はい、戦いの歴史だって、王エスタークは恐ろしいものを作り出した、それは進化の技法だって、究極の生物に進化させました。だって、うん、天空人はマスタードラゴンと共にエスタークと戦った、長い長い戦い、ついにエスタークは地の底に封じ込められました。だって、マスタードラゴンでさえもエスタークを封じ込めるだけで消滅する、あ、倒したよ。
俺倒したぞ俺。起こしてはならぬ彼に近づいては、おいや起こしちゃったんだよね。進化の表現まだ不完全だったんだって。へー、あ、黄金の腕はね、あの時はまだ使われていなかった。で、これがあれなのか、ピサロさんがピサロさんがこれで怒っちゃって使ってるってこと。金を犯して地上に降りた彼女がマサドラゴンはどんな時があろうとお留守にならないであろうだって。今もなおマサドラゴンは最も過酷なやり方で彼女の幸せを奪うことだろうだって。悲劇が起こる前に地に降りた彼女を私は何としても取り戻すつもりだ。それでどんな憎まれようとも、あ、誰だ誰だ、お母さんのことを好きだった人なのかな。さてと、何か地上に降りてみたいな。でもマスタードラゴンの許可なしに地上に降りることはできないんだって。十数年前にここの女性が無断で地上に降りていったんだだって。さあ、いらっしゃるのかな。やめてよ、なんかもう何十年も貼り付けの刑にされてるとか。さあさあ、何かが出てくる。きたー、マスタードラゴンでしょこの人。さあ、ここにおわすが我が、お、あ、でも許さないんじゃない？人間島のキコリとの子供とか。マスタードラゴンだって。我ら天空人と人間たちの中腹勇者であるのか。いつも朝のことを気にかけて、あ、優しいじゃん。分かってんだ。やっぱり間違いないのか。さあ来ました。さあ、私はこの城を治めるマスタードラゴン、竜の神派、どうもこんにちはです。私はここにいて世界のすべてを知ることができるだって。お前たちがなぜ私に会いに来たのかもすでに分かっている。降りてきてくれよじゃあ王様だと思うんだけどこの人、降りてきてくれよそれだったら。しかし、もはや私にもデスピサルというものの進化を封じことはできないんだって。思ってるが私にとって絶対のものではない。まあそんなにね、てんてんてん、びっくりマーク、なんだ、わー、世界が滅んでしまうじゃなくて、なんか誰かが呪術使ったっぽくね。なんかブリーチのアイゼンさんがなんかさブリーチのアイゼンさん関係だった今、闇の世界の入り口から邪悪な波動がなんか発せられたんだって。言わずともよい、報告苦労下がってもよいぞ、己デスピサロめ、あ、デスピサロがなんかでどっかでなんか使ってないって。この点のことも天空城を撃ち落とせるものでも思ったのか、それともてんてんてん、青さんが天空城に入ったことを知り挑発してきたのかだって。まあよい。ところは人間というのは実に不思議な生き物だな。かよく人間が時としてお前の力を発することがある。なるほどね、信じる力がどうやらこうたらみたいなやつかね。私はそれにかけてみようと思う。天空人と人間の血、いや待った、お母さんはどこなんだい。 お母さんをどうにか、お前な、お、俺のお母さんどうしてくれたんだ。そなたになら進化 の、うん、邪悪なるものを倒せるやもしれない。なん、私の持てる、お、あ、やっとこれで何をしてくれるんだい。きたー、一生のライアンの経験値ブーストきたー。でも1だけ。なんと天空の剣が激しく輝き始めただって。さあ、王さん行くがよいだって。邪悪な波動が闇に開けた穴が闇の世界、闇の世界に今度行くんだって。じゃあお母さん、その天空の剣がきっとなんかまたあれか、使ってなんかどっかの結界を開けんのか。これが青さんが、あ、どこ行った、天空の、あれ外れてる、お、あれ、あれ、はぐれメタルの剣って渡す261でしょ。あれ、241、あれ、うわ強え、361、あれ、天空の剣なんか強くなってない。あれ、なん、放送事故かよなんか強くなったような気がする。どこに行けばいいの。さあ行くがよい。空に開けた穴から闇の世界の入り口へ向かうのだって。空に開けた穴、いや違う、ママンはどうしたんだい。え、語られないの。十数年前だから無理やり連れてこられたんでしょ。あれ、いないの、どっかにママンは。それは語られないんだ。
空に開けた穴だって。空に開けた穴。あ、やばい。ちょ、戻ろう。空に開けた穴ってどこだ。穴って空にどっかに穴を開けたらしいよ。穴開けた、全部一緒だ。あ、わかった。これ、ここの底に行けってこと？空に穴を開けたっつってけど、こっち？違う。あった、これか。これか。あ、恐ろしい。この下の地上から邪悪な波動。さっきと話が違う。言葉が違う。変わった。こいつか。さあ、さあ入りました。ここに来るってことね。さあ、まがまがしい。またこのパティンだ。ちょっと敵見てみようぜ。あ、馬車が、馬車がある、馬車がある。でも仲間がいない。あれ、仲間がいないんだけど。まあまあいいよ、ちょっと待って。さっきの敵と同じぐらいだね、強さはね。仲間を呼んだ。あれ、普通馬車いる時って 4人ぐらいじゃなかったっけ。違ったっけ。なかなか倒せれねえな。ちょっと待ってくれよ。あれ、外じゃないの、外なのか。ちょ待って、あれ、今なんか馬車乗ってなかったよね。強さ、あれ、どうやって調べたらいいんだっけ。道具使う。あ、いるか。ごめん、いたいた、いました。いた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 。さあ、ということでですね、今回はですね、この辺で終わりたいなと思いますね。マスタードラゴンさんに出会って、そう、またなんか使うのか。また天空の剣を道具としても使えるから、なんかどっかで使うんだろうね。今までのパティンだと、まあ結界を破る、通れないところ通る、そして一番あるのあったのが、これを使うことによってラスボスが弱体化するってやつだね。だから、まあ、そこから辺かなという感じでしょうか。で、お母さん、いや、間違いなく天空人だし、お母さんだと思うが、それお母さんがどうなったのか分かんないんだよね。この作品で語られないのかな、それか。ちょっと分かんないですけど、次はここの、なんか洞窟行ってみたいなと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。